日本時間2011年6月8日午前5時12分古川聡宇宙飛行士ら3名が搭乗したソユーズ宇宙船がカザフスタンバイコヌール宇宙基地から軌道上の ISS 国際宇宙ステーションへ向けて打ち上げられました。打ち上げから48時間後の6月10日早朝には ISS とのドッキングに無事成功。医師でもある古川宇宙飛行士は5ヶ月半にわたり難病治療のための実験をはじめとした長期滞在ミッションに携わります。後に続いて入室します。それから古川聡が JAXA から来ています。前回長期滞在を行った野口さんに続きフライトエンジニアとしてソユーズに搭乗することが古川さんの最初のミッションでした。すでに無重力となりましてソユーズは今年7月のスペースシャトルの退役以降 ISS へ人員を輸送できる唯一の宇宙船になります。宇宙ステーションの長期滞在する宇宙飛行士は、ここ数年はですねこのソユーズという宇宙船を使って宇宙ステーションに向かいます。これは3人乗りの宇宙船で30年40年運用されております。でロケットもですねスプートニクという人工衛星を打ち上げたロケットの改良版のロケットでして非常に歴史のありかつそれだけ信頼性の高い輸送システムになっています。で今回は船長は、ロシア人のボルコフ船長それから、古川さんはその船長補佐をする役割のフライトエンジニアとしてもし船長が、調子が悪くなったような時には、古川さんが代わりに、宇宙船の操縦を行うというようなことも含めて、船長を補佐する役割を担っておりました。でこの国際宇宙ステーションは、日本、ヨーロッパ、アメリカ、ロシアの計15カ国が参加して、軌道上に常時6人の宇宙飛行士が滞在してさまざまな実験を行うプロジェクトでその、日本としては日本の実験棟希望での実験施設の提供それから、コウノリトリという輸送船での物資の輸送それから日本人宇宙飛行士による作業地上での運用管制こういったもので、分担をしてやっております。長期滞在中の宇宙飛行士は自らも被験者となってさまざまな実験に参加します。一つは宇宙環境で人体が受けるさまざまな影響を調べ今後の有人宇宙技術の開発に役立てようという宇宙医学の実験です。また次世代の半導体技術の開発や難病の治療につながるタンパク質の結晶生成実験など無重力の利点を生かしたさまざまな実験が予定されています。実は宇宙に行くとその結晶がですね非常にゆっくりした速度で、成長していきますのでタンパク質同士がきれいに並んでいって結晶できるということで非常にその構造を調べるにあたってはいい環境で結晶ができます。今回の古川さんのミッションではがんの時にですね血管がどんどんこう新しくできてくるんですけどもこういったものを止めるようなタンパク質についても構造を調べようというようなことをやっています。医師であり科学者出身の古川さんは傷病者が出た際に救急処置を行うクルーメディカルオフィサーとしての役割のほかさまざまな実験の中で医学的な知見を生かし研究のエキスパートとして活躍することが期待されています。実はその宇宙ステーションはこれまでかなりの人が滞在してきましたけれども、医師として滞在する人が2人目になります。将来的に、宇宙でどういう医療機器があったらいいのかみたいなことを、医師の目で見てもらうんですけども非常にその宇宙での医師としての体験をですねまず宇宙開発にも生かしてほしいしそれを地上にいろいろフィードバックをかけてほしいというのが本当に期待しているところですね。高度約 400km で科学の進歩に取り組む日本のお医者さん古川宇宙飛行士の活躍が期待されています。